はい、どうも、さきです。今回の、動画の内容はですね、認知症治療薬の、原薬と、その症状の悪化についてね、これ関係性あるんですかっていうような話をね、ちょっとさせてもらおうかなというふうに思っております。で、僕も含めですね、うちの協会のね、スタッフさん全員がですね、口を揃えて、言ってるポイントっていうのがいくつかありまして、はい、認知症改善においてですね、これは意識した方がいいっていうポイントがね、そういくつかありまして、そのうちの1個にですね、認知症治療薬を飲まない方がいいっていうのが、あるんですね。はい、もうこれはね、何度か動画を見てくださってるっていうんであればですね、聞いたことあるよみたいな感じかもしれませんけれども、これに関しては僕もですね、実際治療に来られる患者さんとかそのご家族さんに、言わせてもらってるポイントではあるんです。結構早い段階で、はい。っていうのも、それなぜかというとですね、そもそも認知症治療薬っていうのは効果がないと、はい。なんか進行を遅らせるんだとかね、なんかそういうふうに聞いたっていうこともね、あるかもしれませんけれども、実際それも怪しいと。もうこれに関しては、もうそういったね、もう認知症の薬はやばいっていうふうな本がね、いっぱい出てますので、もう興味があるならインターネットでもう検索してください。いっぱい山ほど出てきます。はい。これだから僕が一人でこうね、わーわー言ってるだけじゃないんですよっていうことですね。はい。で、効果はないと。で、効果がないだけだったら、私もマイナスの要素がね、薬を飲むことによって出てくるという。はい。認知症治療薬もね、薬なんで、医薬品なんでね、副作用が当然出るわけです。その副作用が結構その生活をね、めちゃめちゃにしてるっていうパターンも結構あるんですよ。っていうのも、その薬を飲むことによって、例えばめちゃめちゃ怒りっぽくなったと、ね、家族に当たるようになっただとかね、あとは、徘徊とかね、その辺、うろうろ歩き回って、どこ行ったか分からなくなったみたいなね、そんな感じで家族さんに迷惑かけたり、ご近所の方とか、警察の方に捕まったりとかですね、保護されて、っていうようなね、そんな大騒動が起こるみたいなこともね、結構薬の副作用によってね、あったりすることも、あるわけなんです。はい。そういうのを考えるとですね、じゃプラスはないのにマイナスばっかり出てくるみたいな感じなんで、やっぱり飲まない方がいいんじゃないのと。はい。中にはね、見た目的にはあんまりよくわからんと、飲んでも飲んでなくてもなんか何なんだろうなみたいな感じの方もいますけど、結局薬をこう代謝して体にね、その効果を出すために、肝臓だったり腎臓にすごい負担をかけてるわけなんで、結局マイナスですよね、そういう意味でもね。はい。その内臓機能の低下から来る、症状の現れみたいなのもあったりすることを考えますとですね、やっぱり飲まない方がいいなっていうのが結論です。はい。だから僕らは、そういう薬に関しての話は結構口酸っぱくね、言わさせてもらってるわけなんですけれども、はい。こんな話をね、先ほども言ったご家族さんとかにね、お話しして、実際ね、うちの治療院に来られてる方は、ほとんど、薬をどんどんやめてってる状態にあるわけです。はい。で、そのうちのね、何組かで、薬をこう減らしたことによってですね、ちょっとね、なんか異変が起きたという。はい。これは悪化じゃないのかっていうふうにね、こう言われたこともあったんで、ちょっとそれについて今回シェアさせてもらおうというふうに思っております。はい。何かというとですね、薬をこうやめた、もしくはね、減薬をしたっていう、状態で、しばらく過ごしてるとですね、今までなかった行動をね、起こすようになったっていうふうにね、言われたんですね。それは何かというと、要は妄想ですね、あることないことでね、言い出すようになっただとか、そういった方がね、ちょっとここ最近、ポコポコと出てきております。はい。これは悪化なんじゃないかっていうふうにね、不安がられるね、ご家族さんとかもおられるんですけど、これ結果から言いますとですね、これ悪化ではなく、そもそも脳はそういう状態だったと。はい。その脳の状態がもう表面に出てきただけなんだっていうのが、僕の考え方なんですけれども、どういうことか、はい、っていうのをちょっと説明していこうかというふうに思います。脳がありますよね。はい。脳があって、認知症の治療薬がありますよと。はい。来られてる患者さんはこの薬をですね、その本人さんに飲まして、いるわけなんですけれども、この薬は何をするのかというと、脳をですね、刺激をするわけです、その薬によって。はい。薬によって、無理くりね、脳をこう起こしている状態を作りますと。はい。もう起きろ起きろ起きろみたいな感じで、ブリューガーって揺さぶられて起こされていると。はい。で、脳も仕方がなく、みたいな感じで、なんとかみたいな感じで起きているっていう。ちょっと無理くりな状態が続くわけですね。はい。これだけ見ると、脳の状態上がってるからいいじゃないかっていうふうに思われるかもしれませんが、結果的にね、薬にどんどん慣れていきますし、今までね、ずっと飲んでた薬もだんだん効かなくなって効かなくなって、どんどん薬を強めていくか、なんかしないとですね、ダメなんですよね。ダメになってくるんですよね。そうすると副作用もどんどんでかくなるし、結果的に先ほども言ったように認知症のね、症状に関してはね、とりわけ効果はないので、意味がないと。はい。どんどんね、悪い方へ進んでしまうんで、薬をやめた方がいいっていう話なんですけれども、はい。で、薬を、こんな話をしてですね、家族さんとかにも薬をやめてもらうと、はい、いうふうにすると、
まあ、要は無理くり起こされてたこう脳の状態も要は薬をこう飲まなくなるわけですから、まあ、その辺の効果もまあなくなりますよねってなったら残るのはそもそもの脳だということで、はい、まあ、今まではその薬によってなんとかねこう無理くり起こされてたとかね、そういった状態がまあ表面に出てただけであってですね、まあ、薬をやめることによってあのそもそもねもともと機能低下してたもうあの本来の脳がこうやって出てくるというわけなんですね。はい、そう、まあでもそうですね、まあ、だからまあで、まあ、それにこういったフラットな状態にしてからあの、まあ、例えば卓上訓練だとかね、まあ、アロマを嗅いでみるだとかね、まあ、いろんなね、こう刺激を与えることでこう脳を、ね、自立させていくっていうのが、まあ、僕らのちょっと考え方というか、改善させるためのまあ方法のまあ原則みたいなものになりますので、はい、これをね、まあ、意識していただけたらというふうに思います。はい、まあ、こういった動画を見てですね、じゃあ薬やめてみようかなと思われる方はですね、こういったのもあるんだなというふうに思っていただきたいですね。まあ、例えて言うならばですね、まあ、こう脳がねこう機能低下している脳がですね、こうまあ、わがままな子供だとしたら、まあ、薬が、まあ、例えば母親みたいなものだとして、母親が毎朝毎朝ね遅刻すんでって言って起こしてたらですね、子供はそのお母さんにね頼りきりになりますよね。はい、でそういうふうにするとだん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 子供は自分で起きなくなりますんで、でそのある日突然お母さんがいなくなったとしたら残された子供はっていうとやっぱり最初はまあ起きないですよね。でもまあだんだんそういった状況にもこう慣れてくると、あ、自分で起きなあかんなっていうふうに学習してですね、まあ、起きる工夫をしだしたりだとか、まあ重たい体をねなんとかこう動かそうとしたりねいうふうにしますんで、まあ、あんまり心配しなくていいんですけれどもね。ただまあ薬やめただけではその本来の脳が出てくるだけで正しいアプローチをしないとですね、前に進まなかったり、まあ、改善っていうのはまあ見込めないのかなっていうふうに思うんで、まあ、その辺もね合わせて意識してもらえるといいかなっていうふうに思います。はい、なんとなく分かってくれたらいいかなというふうに思います。今日も動画を、ご覧いただき本当にありがとうございました。まあ、こういった、ね、内容をです、ね、定期的に配信しておりますのでよければチャンネル登録をお願いします。今回の動画も、ね、含めいいなと思ったらですね、下の方にいいねボタンありますのでぜひ押してください。よろしくお願いします。じゃあさよなら。